自殺自殺とは、自分で自分を殺すこと。自害、自死、自決、自人、自災などともいい、状況や方法で表現を使い分ける場合がある。世界保健機関、風によると、世界で2014年時点で、毎年約80万人が自殺している。世界の自殺の75%は、低中所得国で起こり、自殺は各国において、 死因の10位以内に入り、特に15から29歳の年代では2位になっている、2012年、と報告している。自殺は、様々な事情が複雑に絡み合って生じる場合が、多い。高所得国における、主な理由は、精神疾患、特にうつ病とアルコール乱用であり、他金銭的問題、人間関係の破綻、慢性痛や病気などがある。は、自殺は、 そのほとんどが防ぐことのできる社会的な問題。適切な防止策を打てば自殺が防止できるとしている。その上で風は、一人、数とのこの上なく尊い生命を守るため、本格的な予防戦略である世界自殺予防戦略、サプレを実施している。このような風に準ずる形で、各国で、行政、公的機関、NPO、 有志の方々による多種多様な自殺予防活動が行われている。日本では支援情報検索サイト、生きる支える相談窓口などがけられていて、もしあなたが悩みを抱えていたら、ぜひ相談してくださいと呼びかけている。日本では景気の回復に伴い、1978年から統計が始まった10万人あたりの自殺率が過去最低を下回る。自殺を どのような概念として捉えるか、またその法律上の扱われ方は、時代、地域、宗教、生活習慣などによって異なっている。欧米など、キリスト教圏では、伝統的に自殺は、罪とみなされ、忌避されてきた。宗教と自殺。自殺が、家族とその他自殺者に以前関わったことのある人々や、 偶然もしくは業務上自殺後の対応に関わった人、さらに社会に対して及ぼす。心理的影響、社会的影響は、計り知れないものがある。自殺が一件生じると、少なくとも、平均6人の人が深刻な影響を受ける。学校や職場で自殺が起きる場合は少なくとも、数百人の人々に影響を及ぼす。例えば、高橋義朝によれば、うつ病。 不安障害、PTSD、心的外傷後ストレス障害などの深刻な危険を生じかねない様々な深刻な心理的苦痛に圧倒される、残された人自身が自殺の件を伴う事態に追い込まれることすらあるとしている。また、笠井千秋によれば、自殺の事実を知った人の多くは、まず衝撃で頭の中が真っ白になり、すべての感覚が麻痺状態に陥ってしまう。 多大な在籍感に災難まで、抑うつ状態になる、長期にわたり、影響が残り続け、心的外傷後ストレス障害などの精神障害を発症するとしている。自殺を意味する英語でのスーサイド、スーサイドという言葉自体の歴史は、比較的、浅く、オックスフォード英語辞典によると1651年、ウォーター・チャールトンの自殺によって逃れることのでない災難から事故を救う。 ことは、罪ではないという文が書出とされる。この用語の語源は、現代、近代ラテン語の数詞だであり、推、自分自身を、KD や、殺すという表現である。他にも1662年、1635年という説もあり、いずれにしても17世紀からの使用が定説とされる。それ以前には自己を殺す、死を手にする、自分自身を自由にする。 などの表現があったが、一言でまとまってはいない。米国自殺学会のエドウィン・エス・シュナイドマンは、魂とライセという思想を捨て去ることができたとき、そのとき初めて人間にとって自殺が可能になったと述べて、観念の変化が反映していると指摘した。来世や魂の不死といったことを信じたとき、 死は単なる終わりではなく、別の形で、生きくるという存在の形態を移したものに過ぎなく、なるからである。この概念の登場したのには、死生観の変化がある。このように自殺の問題は、死をどう捉えるかということと不可分の関係にあり、文化や時代によって様々な様相を呈する。日本の仏教では、自殺を、自説と読む。死は、永遠ではなく輪廻。 天章により生徒は隔てがたいと、非正観を説いた。殺生は重悪の一つに数え、涙涙蛇素在、払い罪を犯すものであるとして、誤解の一つであるため、自殺もそれに定触するとして禁じられているが、新言宗とヨ山派の寺院医師手辞は、自殺者が成仏しないという考えは仏教にはない、という見解を示している。病気などで湿が近い人が、病に苦しみ、自らの存在が、 相談の他のビク・僧侶に大きな迷惑をかけると自覚して、その結果、自発的に断食などにより、死へ向かう行為は自殺ではないとされる。また、仏や、菩薩などが他者のために、自らの体を捨てる行為は、写真といい、これは最高の伏せであった。また、昇真王城や不堕落都会、密教系仏教の入場、促進仏や皇人塚のようにの幸福のために、 自ら命を絶った例があった。現代の日本では仏教像が自死、自殺に向き合う僧侶の会を組織して遺族や自殺を考える人の話を聞いたり、宗派を問わない追悼法要を増上寺で毎年行ったりしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。